タンは、アルゼンチンの抽選車シリーズである。1970年代、アルゼンチン陸軍は、M4 シャーマン抽選車の後継たる戦車と M9、ハーフトラックの後継たる、不評戦闘車を求めていたが、当時入手可能な戦車はいずれも40トンを超え、アルゼンチン国内の、十分整っていないインフラで運用するには重すぎた、ため、 ドイツのティッセンヘンシェル社のマルダー不評戦闘を元戦車をもとに単抽選者シリーズを設計した。1976年に完成した試作車により2年間の評価試験が行われた結果、アンデス山脈やパタゴニア砂漠といった国内に存在するあらゆる環境において問題なく機動性を発揮できることを証明し、1979年に収益した。 輸出販売も行われ、エクアドルなど、複数の国が関心を示したものの、輸出が実現することはなかった。2015年に、イスラエルのエルビットシステムズなどの協力で、既存の単に近代化改修を施した、単シ C を開発している。他に全体に複合倉庫を施した、単に IP を試作している。単は表記こそ抽選者であるが、海外では、 軽戦車に分類されることもある。重量を35トン以下という要求値に基づき、小型軽量にまとめられた結果かなりの軽装甲となっており、最大で 35mm 機関砲の鉄鋼弾に耐えられる程度しかない。しかし720馬力のディーゼルエンジンを搭載したことで、出力重量比は24や HP、T、最高速度は、 路上で時速 75km、路外でも時速 40km という優れた機動性を得た。手法は初期型がイギリス製 105mmL7 ライフル砲、後期型がフランス製 105mmCN-105 から57ライフル砲を採用しているが、大半は西ドイツ製のラインメタル1 0 5 m、mm、m l t a にライフル砲である。 車体構造については、イスラエルのメルカバと同様に、エンジンが、車体全部に搭載されているのが、最大の特徴である。ただし、メルカバは防御力向上を目的としているのに対して、タンは、不評戦闘車などの派生型の製作を容易にする、目的でこの構造を採用した。タンは、前述のようにファミリー化を前提に設計されているため、 主要な走行戦闘車両はほとんどこの単の派生型で製造可能である。マゼラッサ、ピアニッシモ5663。ありがとうございます。